木曜日です。大越健介キャスターが登場します。三宅民夫の真剣勝負。大越健介さん、おはようございます。おはようございます。いや、新型コロナウイルス、難しい局面になってきましたね。そうですね。先週ウィズコロナのフェーズをどう生きていくかについて考えましたけれども。はい、直近の動き、どう見ます。 足並みが揃ってないですよね、うん、あの先週はこう感染を防ぎながら経済を回す難しいフェースなんでやっぱりそのためには客観的な専門家の分析、助言をもとにして政治による明確な指針を示すということが大事ではないかなということを申し上げたんですが、はいまあ、しかしその明確な道しるべを示すというレベルにはなかなか至ってないように思いますこうニュースを今日も賑わせているこの政府の消費活性化策 GoTo キャンペーン これはやっぱり国がやや前のめりになっている印象が否めませんよね。地方自治体などとの足並みの乱れが見られます。で東京医師会の会長さんが、ノット・ GoTo キャンペーンと題して。 フェイスブックに投稿をして警告を発しているというあたり、なかなかこれ、象徴的だというふうに思いますよ、ね、なんか、どう判断していいのかわからない感じになっちゃいますよね,そ,すね、まあ、のそれぞれが一生懸命にです、ね、<っ>ある意味、前のめりになって対策を検討していただくというのは、これはむしろありがたいことだと思うんですけれども、はい、やっぱりそれを国民の前にこう示すときにはです、ね、やっぱり案というものを関係者間でもう少したたいて、煮詰まったものを道しるべとしてこう出してほしいなというふうに。 思いますよね、うんまあ、生にえのまま出されてもなかなか消化しきれない、まあ、その関係者といいますのはもちろん感染症対策の専門家もおいますし、はい、国政を司る政治家そして地方自治体を司る政治家、まあ、やっぱりそういう人たちがワンチームになって堂々とこう指針を示すような体制を築いてほしいというふうに強く思います、はい、まで今日はですねこの新型コロナから少し離れて先、えー、の戦争にまつわる 今行っている取材についてお話をしたいと思いますさっきの戦争、はいあのまあ、各地に大きな被害をもた,もたらしているこの長い梅雨が明けますと暑い真夏がやってきます8月6日には広島9日には長崎に原爆が投下されて8月15日が終戦の日ですよね、はい、あの私個人的にですね毎年この真夏を控えたこの季節になると こう日本が突き進んでいってしまったあの戦争をめぐる証言であるとかノンフィクションといった本を手に取ることが非常に多いんですね私はもちろん戦後生まれなんですけれども日本がこう敗戦を受け入れたあの真夏の光景が、まあ、映像の記録などとともにこう自分の中に傷み刻みつけられているなというふうに感じます、うん、で今私はですねこの「先の戦争」と「戦後政治の歩み」というものをテーマにしたあるドキュメンタリー番組を、うん 鋭意制作中なんです戦争と戦後政治の歩みっていうとあの大越さんは読売新聞の渡辺恒夫主筆へのロングインタビューの番組を前に放送しましたよね、はいえー、おっしゃる通りで実はですね今制作している番組「たなやかししますと」と、はい、その渡辺恒夫主筆に対するロングインタビューが元になってるんです <laughs> このインタビュー去年から今年にかけて行った本当長時間のインタビューなんですけれども3月に BS1 スペシャル 独占告白渡辺恒を昭和編として放送をして100分の番組だったんですが非常に好評をありがたいことにいただきました、はい、であの渡辺主筆はですね大戦末期に一平卒として軍隊を経験をしています、うん、まその後読売新聞のラツワン政治記者として戦後政治の表と裏を見てきた、まあ、新聞館の巨人といえる人ですよね、うん、ま実ははそののインタビューの中には 戦後日本を築いてきた名だた,たる政治家たちが登場しますそこでですね今回の番組というのはこのインタビューをもとにして実際に戦争体験さらには戦場体験をした政治家たちにもう一度焦点を当て直すことにしましたそしてその複数の専門家のインタビューも交えて再構成をして、うん、戦争体験を持つ政治家たちの群像というものを描こうという狙いなんです で今日はですねこの番組で取り上げる戦後の政治家の中でも対照的な二人のせ二、うん、人の政治家についてちょっと番組に先行して先です先出しをする形でご紹介していきたいというふうに思っています戦争体験を持つ対照的な二人の政治家、はい、誰と誰でどんなエピソードがあるのか後ほどよろしくお願いします,します真剣勝負、えー、今朝は大越健介キャスター、えー 読売新聞、渡辺恒雄、主室へのインタビューを元に見えてきた。戦争世代の政治家の群像ということです。大越さん、はい、引き続きよろしくお願いします。いいます番組を作る中で、二、はい、人の対照的な政治家が印象に残ったということでしたね。はいはい、えあの、ここでご紹介したいのが、田中角栄さん。そして、中曽根康弘さんの総理、元総理のお二人なんですね。はい、え、実はこの二人、大正7年生まれの同い年。 生まれずきも同じ5月と一緒なんですね、うん、だけどもこの政治を志すまでの経歴というのは全く異なります田中角栄さんは庶民派最初と言われましたよね,そうですよね新潟県の貧しい家の生まれで15歳で上京して夜間の専門学校に通って土木を学んで、まあ、若くして土建業で身を立てた人ですよね。 20歳の時に兵隊に取られて、当時の満州とソ連の国境で二等兵として兵役に就いた経験があります。あの、ンハン事件というのがありましたけれども、それを広報で支援したという経験もお持ちだと言われています。しかし、この兵役に就いてから2年弱で肺の病気のために日本に送還をされて、以後、 兵役につくことはなかったんですね、うんまあ、ど土建の仕事で成功し、昭和戦後ですね昭和22年の衆議院選挙で初当選し、うん、政治の道を歩むことになりました。人間ブルドーザーなんて言われてまして、ねはい、コンピューター付きブルドーザーなんて言われてまして、一方の中曽根さんは、旧内務省のエリートです,、ね、そうですね、田中さん出身の新潟県のお隣、群馬県の出身なんですけれども。 東京帝国大学法学部を卒業して内務省に入ってすぐ海軍の士官具体的に言うと戦争の費用計算を行う主計中尉として太平洋戦争の開戦後南方の戦線海域に派遣をされましたまあ、現場では激しい戦火にさらされた修羅場を経験した方なんですねあの昭和17年の冬にはインドネシアで戦死した23名の部下を自ら 現地でダビすするといいう凄惨な経験もしています、うん、その時の思いを当時五七五の句にして「えー、友を焼く鉄板を担ぐ夏の浜」というような句も読んだりしています、まあ、終戦後国政を志して田中角也さんと同じ昭和22年の衆議院選挙で初当選をしました同い年の2人が 国政に進むまでには、随分違いがあります、ね。そうですね。あの、田中さんにはですね、自分がこう身に染みて味わった当時の。貧しい、うん、日本海側の暮らしを、なんとかしたいという強い思いがありました。で、国土の均衡ある発展のための。日本列島改造論というのがありましたよね。はい、あの、後の、その田中角栄さんの姿というのは。 外頃からの苦い体験が原点にありますそしてこの戦争体験も政治が田中角栄の中では決して小さいものではなかったようです私は先日田中総理大臣の秘書官を務めた小永圭一さんという方に会って田中角栄さんが戦争をどう考えていたかを尋ねました、はい、え小永さんはですね田中角栄さんが周囲にたびたび語っていた言葉を思い出すというんですね、うん、そのの言葉というのは 戦争している俺たちの世代が政治の第一線にるいる間は大丈夫だと思うしかしそうでない世代になった時の日本の政治がどうなるか心配だなと、まあ、ロッキード事件で逮捕され起訴され万切を汚す結果にはなりましたけれども歴代最初の中では田中さん今でも最も人気が高い一人ですよねその政治姿勢には貧しさの体験とともに一庶民 一兵卒として満州に渡って戦,戦場の苦渋を味わった経験がにじみ出ているなというふうに感じます、うん、一方の中曽根さんはタカ派というイメージもあった人ですよね,ねそうですねあの中,中曽根さんは戦場での修羅場の体験を振り返って自らの著書でこんなふうに語っています、まあ、その時の一国民として日本の歴史に汚点を残したことを申し訳ないと思っていた日本を再建し復興させることが復員して祖国に帰ったものの 戦死者への償いと決意して私は政治家になったのであるとあの海軍の士官として、ね、多くの部下の死に立ち会って戦争に負けて政治家を目指した時点で中園さんという方はやっぱり自らの胸の中で国家というものを強く意識してそれを背負っていったというふうに言っていいと思うんですね、うん、え総理大臣時代アメリカを訪れた際にこの日本列島を いわゆる婦人空母になぞらえて発言したと報道されたりして、まあ、高派で好戦的なイメージで語られることが多かったんですが、まあ、中曽根さんは国民と国家を守る、そして二度と戦争を起こさないという並みならぬ決意があったと話す関係者は多いですよね、私も9年前にインタビューをしたことがありますが、うん、日本の国家目標、これからどう持つべきだと思いますかというふうに尋ねますと、中曽根さんは即座に平和ですというふうに答えていたことが印象的です。うん その庶民派の田中角栄元総理と国家を強く意識した中曽根康弘元総理タイプは違うけども通じる部分がありそうですよね,すよねこれやっぱりあの戦争体験だと思うんですよね、はい、のタイプや政治手法は2人違いますけれどもあの悲惨な戦争を起こしてはならないというこの戦争世代特有の 思いいを共有してあの、まあ、今回番組作りをするにあたって、えー、戦後政治史を研究をしてきた東京大学名誉教授の三國屋隆さんに話を聞いたんですが三國屋さんこんなふうに言っていました「今時代が進んで戦争体験という共通の体験がなくなりつつあることが政治の議論の幅を狭くしているんではないかと」戦、えー、戦闘戦争というものをもう抽象的に にしか捉えられないあるいは論理的なゲームの段階として、まあ、論理的にしか捉えられない人がどんどん増えているというふうに指摘をしていました、うん、さっきあの田中角栄さんが周囲に語っていた言葉をご紹介しました、まあ「戦争を知っている俺たちの世代が政治の第一線にいる間は大丈夫だと思う」 しかしそうでない世代になった時の日本の政治がどうなるかが心配だという言葉重なりますよね。<laughs> 今、戦後75年がたって、えー、私たちももちろん戦争を知らない世代ではありますけれどもそういう時代に入ったからこそ、まあ、我々のようなこのメディアで働く人間というのはそうした時のそうした戦争経験者の経験、えー、経験談、証言というものをやっぱりしっかりとこう 異例としてつないでいくやっぱり責任があるというふうに思うんですよ、ね、<ー>まあちなみに、その今、制作している番組の大元となっている、読売新聞の、はい、渡辺経夫主筆はですね、はいえー、この中曽根さんとの非常に実婚な関係で知られていますで、こんなエピソードがありましてね、はいあの、中曽根さんがいよいよ総理大臣になるチャンスを迎えたときに、アドバイスをしたそうです。 中瀬さんあなたは田中角栄さんに会って抱きつきなさいというふうに助言したというんですね、まあ、当時田中さん総理を退いていたとはいえ、まあ、大実力者です、まあ、同い年同期当選の2人なんだからこちらから抱きつけば田中さんは必ず死し,し,してくれるよとアドバイスをすると、まあ、事実、中曽根さんはそういう行動をとって総理になったとそういう鍋常流の裏話も紹介できるといいなというふうに思っています。はい 大越健介さんでした次の終題はアメリカ大統領選挙の民主党候補ジョー・バイデン氏に注目しますアメリカ大統領選挙まで4ヶ月を切っています再選を狙う与党共和党のトランプ大統領と政権奪還を目指す野党民主党のバイデン前副大統領どちらが勝つんでしょうか、oh、<my S 2> 世論調査の平均ではトランプ氏が40%ぐらいバイデン氏が49%ぐらいと9ポイントバイデン氏がリードしています そのバイデン氏どんな人物なんでしょうか今朝はアメリカ政治に詳しい慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺います渡辺さんおはようございますおはようございます渡辺さんはバイデン氏どんな人物だとご覧になっていますかえあのまあ えー、1942年生まれの77歳とで、ま、あの30歳の若さで東部デラウェア州の連邦上院議員に選出して、えーま、36年務めてで、ま、その後オバマ政権で副大統領8年という、ま、大ベテランですね。はい であのオバマ大統領がバイデンを副大統領に指名したのは、まあ、こうした中央政界での経験の深さや人脈外交経験の豊富さなど、まあ、その自分の弱点を補ってくれる人物だからだったというふうに言われています、はい、あとまあアイルランド系移民の子孫で、まあ、カトリック教徒なんですねなのであの当選すればケネディ大統領が当選した1960年以来60年ぶりのカトリックの大統領になります。うん でまあ、トランプ大統領と戦う上での、まあ、強みと弱みをお聞きしたいんですけれども、まず強みとしては、どんなところになりますかまあやはりあの経験の豊かさ、それからあの気さくな人柄ですね、あうん、あの特に近年は、一緒にビールを飲みたくなるような親しみやすさっていうのがです、ね、はい、大統領にはこう求められる傾向がありまして、うん、まあ率直な物言いも含めて、あの非常に庶民的な雰囲気があるっていうのが強みかと思います you got me on. まあ,それからあと、まあ、あの裕福ではない家の出で,でこれまであの奥さんや子どもと死別した経験も持って,て、はいて人への,この共感力というのは人一倍強いとされているんですね、まあこのあたりをあのオバマ大統領も高く評価ししていましたねで、まあ、それから弱点というのは、まあ、やはりあの、はい、1942年生まれということであの当選すると就任時には78歳になります。はい でまあ、トランプ大統領は就任時に70歳で史上最高齢だったんですけども、それを大幅に上回ることになるわけですであの、まあ、従来から失言癖というのがあったんですけどあ今後はそれがこう高齢のせいではないかと大統領としての職務を果たす大丈夫なのかと、まあ、不安視されることもあり得るということですね。はい でえーまあ、あの民主党内ではあの中道派の代表格なんですけども、まあ、近年、民主党内ではこの予備選を争ったバーニー・サンダースというです、ね、あの人物のようなこの左派が勢いを増しているわけですで、まあ、その党内の結束を図るべくそのバイデン氏はそのサンダースと一緒にこう共同で政策提言を求めたりしているんですけども、まあトランプ陣営からすればあの過激な左派というふうにこう中傷攻撃される可能性もあるかなと思います。 あのこれ、バイデン氏は外交、まあ、安全保障のエキスパートといわれますけれども、もし大統領に選ばれたらです、ね、外交面ではどんな動きを見せ,る見せそうですか。 あのまあ、基本的にはトランプ外交を否定してオバマ時代に戻ろうとすると思うんですね、うん、あのですのでまあ気候変動に関するそのパリ協定ですとか、そのイランの核合意には復帰すると思われます、ただ、民主党というのはあの労働組合が支持基盤で、伝統的にあの保護貿易則が強いので、自由貿易を掲げるこの TPP への復帰ということに関しては少しハードルが高いと思いますね。 それとあの、まあ、北朝鮮に関してもトランプ大統領の交渉姿勢というのをこう終始一貫批判してきておりますのでより強固な姿勢に戻るのではないかというふうに思います、うん、そして気になるのはあの米中の対立なんですけれどもこの点ではどうなると予測されますか。 そうですねあの、まあ、民主党もかなりこの中国に対しては厳しくなってきていますので、はい、オバマ時代以上には厳タフな,な姿勢になるかと思います、うん、ただあの、民主党というのはその環境問題のようなこのグローバルな課題に対して相当思い入れが深くて、うん、でこういう問題に関してはこう中国の協力が不可欠なわけですね。はい それゆえあの、オバマ時代もこう中国に妥協した面があるのであのやはりこうバイデン氏もあの民主党の政治家である以上ですね、うん、あの同じジレンマを抱えていいるんではないかと思いますうん中国との距離の取り方ではバイデン氏もし当選すればですけれどもかなりこうジレンマになってくるということですはそのバイデン氏、まあ、これもし大統領になった場合日本との関係はどうなるでしょうか。えあのまあ、トランプ政権になっ こう影が薄くなっていたこう日米関係の専門家とか実務家というのがあのバイデン政権に多く加わることになると思いますが、まあ、その意味ではその安心感や安定性というのはあると思います、えー、ただ、今アメリカはこのコロナの感染拡大でこう実体経済やその財政状況というのにこう大きなこうまあ影響を受けているわけですね。 ですのでこう、日本にとってはその貿易、それから安全保障の両面でこう今まで以上の,その貢献が求められる可能性があるかと思います。 今、世論調査ではバイデン氏のリードが伝えられていますけれどもあの前回の大統領選挙を思い出しますとヒラリー氏もですね世論調査ではもうずっとリードしていたんだけれども最後に逆転を許す形となりましたねあの今、どうですか9ポイントほどバイデン氏がリードしていますけれどもこのまま勝てるのかそれともこのあたりは渡辺さんどういうふうにご覧になってますか。 勝機、まあ、は十分にあると思うんですけども、はい、おなんと言ってもこのトランプ大統領というのは、レッテルハリとか、中小攻撃の達人で、はい、抜群の破壊力を持っているわけですね、はい、なので、あのまあ、今はあのおっしゃった通りに、バイデン氏にその9ポイントリードされていますけども、はいあの、振り返ってみますと、この4年前の選挙では、あの投票日の,このわずか2週間前の時点で、 あの7ポイント、ヒラリー・クリントン氏にリードされていたにもかかわらず、それをこうひっくり返したわけです。うん、で、まあ、過去にはです、ね、あの7月の終わりの時点で18%リードされていた候補が、あの結局、大逆転をしたっていうケースもありますで、まだ4か月近くも先ですので、うん、まだまだ何かあるかわからないというのが、今の私の見方ですね。ははいいいかりりりままましししたたたどうううもああががととごござざ今朝は アメリカ大統領選挙の民主党の候補、ジョー・バイデン氏について、慶応義塾大学教授の渡辺康さんにお聞きしました。でお伝えしてますけれども、今回の記録的な豪雨、えー、熊本県を中心に77人の方が死亡し、9人が行方不明になっています。うん で熊本では雨が続いていて、えー、全国でまあ新型コロナウイルスの新たな感染者も増えるという非常にこの困難な状況の中で懸命な支援活動が続けられています被災された方々は今どんな状況で支援はどうなっているのか熊本災害ボランティア団体ネットワーク ケイボワード代表理事の樋口努さんに伺います。樋口さんたちは、全国のボランティアの仲間たちとオンラインで連携して。熊本を支援する新たな試みもされているということです。樋口さん、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。あの、その新たな試み、また後ほど伺うことにして。<お>まず、あの、伺いたいのは、はい、被災地の今の状況ですが。はい、どういうことになっていますでしょうか。 ねあのまだあの追分けしておりませんけれどもまだ道路の寸断のところもございます。うん、まあ当然、えー、孤立集落も、えー、熊本県内8地域それと残っている方が134人とまあそういう状況でございます。えー、まあ、えー、中にはですね、えー、もうやはり集団移転しようかとか<ー>、えー、もうこのままあの、えー、被災の家屋をもう、えー、見てまあそのまま 損傷かという、えー、話も聞いたりはします。あの七時のニュースで大量のがれきが。あの生活再建の妨げになっているというニュースもありました。今、あのひゅうさん、どういう支援が特に求められているとお感じですか?はい。そうですね。まず、あの道路の復旧ですね。やはり、うん、まあ、あのインフラといいますか。そういう復旧がまだ断水のところもありますし、えー。停電のところもあります。それと、あとは、あの、まあ、被災した顔からの泥の。 そして、まああの、そういうで土砂の運搬、そういう問題もやはり、課題としてて上がってますね人手がかなり必要だと思うんですが、そういったことに対するボランティアの体制というのは、今どううなんでしょうか、はいあのまあ、4年前の熊本地震の時に起きた被災地域と、今回の被災地域が分かれておりまして、えー、県内と県北に分かれております。そういういことで、まあ 被災を受けてない地域、今回の豪雨で、ですねその方々が一生懸命あの応援しているような状況ですね。はいうん あのこの番組のリスナーの方からも番組宛てのお便りでですね、はい、ボランティアにすごく行きたいんだけれども、まあ、あのコロナのこともあって今は行けなくて、まあ、いつでも行けるように準備をしているなんていう声も届いたんですがやはり新型コロナウイルスのことというのは気にかかることですよね、はい、あの被災地域は,やはりあのあの感染者が出ていてない地域でして、はいまあ、昨日あの、保健師の方あの、まあ、感染したという情報もありましたけれども、はい、やはりそれに伴ってやはり 現在ピリピリ感というかもう緊張感が高まっているような状況ですね。またあの被災地のあの地区がやっぱり医療施設が被災を受けたりとかで、やはりはあ,あのコロナ感染者が出たりとかしますと、やはりは今度は医療崩壊を招くということで、まあそういう不安もかなりあります。はい、助けはいるんだけどなかなか来てほしいとも言いにくい状況もあるという。 ああそれで先ほどお話があったけどその、えー、熊本県内で、えー、被害を受けていないところの人たちが被害を受けた地域の人たちを助けているということになっているんですね。はいはい、でいいあの冒頭紹介がありましたけれどもそういう中であの、えー、樋口さんたちボランティアの人たちに大きな支えになっている新たな試みがあるということでしたねオンラインでのやはり会議というのができますもんですから。 えー、まず全国の方からの、まあ、いろんなあの情報の共有の場として、もう日の国会議というのをやってるんですけども、日の国会議これは熊本地震の時に、まああに、のー、始まった会議体で、やはりそういう、えー、いろんなあの知,恵知恵を出し合ったり、またあの情報を共有したりする議論の場なんですけども、うんえー、ネットでつながることによって、やはり地元の要望と全国のアドバイスがつながってくるとは思うんです。 それと、えー、やはりあの、まあ、午後の地域の状況も映像とかそういうので共有できますから、かなり効果的なあの会議になっているかと思います、はい、具体的には例えば、まあ、どういったことがどんなふうに助けになっていますかいい、えー、例えば、ですね、えー、と重機を使える,使えるようと、重機の、まあえー、さえあれば。 われわれでもできるよという方々がいらっしゃいますので、まあ、そういう情報を例えば流すこと、うん、それと下天国のた、まあ、青年会議所さんのメンバーが、うん、えーそれを、まあ、送ってくれるということで、まあ、現地によってそういう方々が稼働していただけるという,という場面もあります、はい、だから、あれですね、ネットを通じても、具体的な助けにはかなりなってるということですねなります,ですね。 本当、はい、にあの、気持ち的にも支えられる感じとか、ありますかそうですね、やはりあのノウハウがありますので、そういう方々のご意見、えー、いただく場面が多々あります、はあ、それと、いろんな制度がありますので、そういう制度の<ー>、えー、ことも教えていただく場面、それと、われわれからその制度をどう使ったらいいかというところの提案とか、そういうのもなされている場面。はあ ボランティア活動もオンラインなんですな。うん、はい。あの先ほどのその県外ボランティアの問題。はい。これどういう議論にその日の国会議ではなってますか。はい。あのー、まあこの、えー、オンラインの会議の中にはまあ、えー、行政の熊本県の担当者の方とか、えー、まあ都県内各の方方も入っておりまして、えー、まあ一応、えー、現場ではえっ、ー、とこういうのが必要ではないかという専門ボランティアの作業とか。 えー、住居を捜査する必要があるかという議論もあるんですけれども、中にはやはり今でもそういう方々が県外から入るよりも、行政が、えー、やれる範囲、これを拡充すれば、えー、そういう、えー、ボランティアの負担の軽減にもなるんじゃないかという議論もなされて、まあ、今,今一、一生懸命あの <laughs>、えー、な何ていうんですかね、うん、いろんな支援のやり方、えー、についての議論を。 毎晩戦っておりますどういうふうに来てもらうかとかどうしたらいいのかとか議論を戦わせてるということですねラジオを聴いてる全国のリスナーの皆さんの中にもですね自分も何かできないかというふうに感じてらっしゃる方もいると思いますけれど、はい、あの樋口さん何か一言ありませんかどうお感じになりますか <laughs>、えー 今、まあ、3つほどありまして、まずは今、県民のパワーの結集によっての対応ですね、はいえー、それを行っております、うんえー、でその後、ですねやはり、えー、全貌が見えた段階で必要となればあ、全国の方の力を借りることもありますので、えー、また健康管理をして待っていてほしいということと、うん、まあ必要になってたときには、まあ、いろんな、あのー、アイテムもあります。例えば、えー 新型コロナウイルスの確認アプリとか、ここはですね、ああいうのも皆さん使って、やはり感染してないよという、そういう状況も一つの手ですし、あとは地元の人がですね、いつかあのまあそろそろあの来月にはお盆とかいうのがあ,のありますので、もしかしたらお盆の前にはそのいろんな、あ。のー お前祖様の,その仏壇とか、支配、ええ、を取り返してほしかとか、熊本の方は言うんですけど、あ<ー>まあそういう場面もあるかと思いますので、ね、ええ、え行政にできない場面、そういうところにあのニーズになってくるとは思いますので、ええ、そういう時のためにも、ちょっと今は待ってていただきたいというのが本音でございます今だから、どういうふうにして助けてもらうのがいいかを、あの現地の人たちの話も聞きながら。 考えてらっしゃるという。はい、そうです。そうか、はい、お盆を前に、あの何とか掘り起こしてほしいっていう思いもあるんですね。可能性ありますね。もう,もうおそらくあのそういうニーズが出てくると思います。はい。ああ、そうなんですね。熊本地震の時にもお墓をのえ方、ーえー、を直してこうかなあの元に戻してほしいというそういうあのニーズっていうかあの、えー、申しでもありましたので、えー、はい。そういうのはやはりボランティアの力だいぶやった。 地域もありますそうなんですね、はい、今そういうニーズを調べてらっしゃるということで、はい、またなんか全国の皆さんにこれ助けてもらいたいっていうことがあったら知らせてくださるということですね、はいはい、ですあの我々の方からどんどん発信していきますので、はい、あのまずは今生還していただきたいというところのが本音でございますありがとうございました、はい、熊本災害ボランティア団体ネットワーク K ボワード代表理事の樋口勤さんに伺いました樋口さんありがとうございました。ありがとうございました、はい